私よく動画で自分軸っていうお話を本当に多く昔からしてるんですけれども、自分軸って言ってもわけわからないんですけれども、軸ってあるじゃないですか。自分が大切にしてることとか自分の軸みたいなのが人それぞれあると思うんですけれども、自分の軸を大切にしてる人、軸がちゃんとある人っていうのは自分を信じられる人なんです。軸がない人っていうのはまず自分を疑ってしまうんですね。どうせ私なんてとか、私にはそんな能力ないとか、わきまえるっていうのともまた違って本当に自分を疑ってるんです。それは自信がないからかもしれないけれども、とにかく自分を疑ってるんです。そうやって自分を疑ってるうちは誰も信じられないと思います。信じられる人に出会えないと思うんです。それから私の周りを見渡してても軸のある人っていうのはとにかく朗らかで明るいです。逆に軸がない人っていうのは暗いし不平不満が多くなるんですよ。でもね、自分を見失うっていうことは誰にでもあると思うんですけれども、軸のある人っていうのは自分らしさを考えた時に、自分になろうとか自分らしくいようっていう感じの感覚じゃなくて、自分に戻ろうっていうふうに思う感覚があるんですよ。これちょっと微妙ですけれども、軸のある人ってここがすごく肝だと思うんです。そして軸のない人、自分がない人っていうのはいい人に見られようと思って頑張りすぎていつも疲れるんですよ。だからさっきの不平不満が多くなったり暗くなったりとか、自分らしさを見失った時にもう戻れなくなったりとか、自分軸の話をしたら本当に抽象的になってしまって、私もなかなかまだまだ難しいんですけれども、自分軸への質問が多かったのでちょっと私なりに一歩の動画にしてみたんですけれども、あなたは自分軸がある人ってどういう人だと思いますか？よかったらコメントでお聞かせください。よろしくお願いします。